中国の検察が重慶氏の元トップ白吉い氏を起訴え中国の検察当局は重慶氏のトップだった白吉い氏を収賄横領職権乱用の3つの罪で起訴しました北京の消息筋などによりますと白被告の収賄額は3億2500万円以上で横領額は8100万円以上と見られておりますあのー、奥さんの方は殺人、はい んにまあ関わったというような罪で、うん、執行猶予付きの死刑になっていると、ええ、であのー、これ部下だった王立軍という方ももうすでに、えええー、判決が出ているという中で、ええ、この人だけ一年半ぐらいほったらかしになってたんですよね。うん、これ、えー、今週のなんちゃってニュースう第一号ですね。<laughs> 第一号。はい。いまず中国には司法というものはあ存在しないと言っていいです。はい。司法の名には値しない。うんえー 司法って基本的にジャスティスって英語で表現されますけど、はい、え公正な正義というものじゃなくて、あくまで政治に左右されるんです、したがって、ハッキライさんとの間で、はい、つまりハッキライさんというのは失脚はしたけれども、実は中国の格差を批判して、このハッキライさんにシンパシーを持ってる人や、ハッキライさんに養われてきた子分たちが、今も脈々と中国共産党の内部にも大量にいるんですよ。はい で、え、実は、国民の間にも、お古い毛沢東さんの時代、うん、毛沢東の時代の方が、中国は貧しかったけれども、こんなひどい格差はなかったと。お金持ちがフェラーリで人を引こらして、えー、罪に問われない場合もあるような、そんなことはなかったという感情がすごくあって、はっきらいさんは重慶で、その毛沢東の、毛沢東さんの復活運動みたいなことをやって、はい、うん。つまり、あの、根強い人気があるわけですよ。うん。で、従って、実は、今回の起訴に至るまで、 あの、飯田孝ちゃんが言った、なぜ時間かかったかというと、うん、取引してたんですよ。<ー>今の習近平の権力と、はい、習近平国会主席を中心する、今の権力と、はっきらさんのグループの間で、<ー>あの、どれぐらいの量刑にして、<laughs> それからこの応、横領額あの、横領額とかですね、はい、それから、修和額も、どれぐらいにすべえかと。 こ,れこんなもんじゃないですよね。とても考えられない。これはあのどうやって決めたかっていうのはこのバレバレだと思うんですが、はい、あの、今月にですね、今月のまだ8日なんですけれども、ええ、元鉄道大臣に執行猶予付きの死刑判決が出て<ー>みんな怒ったわけです、中国人は。はい、普通の人は。うん、なんでかというと民間の人はですね、 あの、もう死刑になって執行もされてんのに、はい、この元鉄道大臣っていうだけで、その執行猶予付きの死刑ってこれ、あの、多分中国しかないけど、世界に。うん、えー、つまり実際死刑にならないってことですよね。はい、で、その判決が出て、そ,それとの見合いで、えー、この元鉄道大臣との兼ね合いで、それより軽くするために、つまり、 執行猶予付きの死刑とかにしないで、懲役刑にするためには、これぐらいのお金の額という犯罪にしときましょうっていうね <laughs>。これが<で>逆算なんですね。ええ逆、そうですこ。こんな逆算があるジャスティス、手法っていうのは、世界に聞いたことがないんで、だからこれはな,なんちゃってニュースであって、まあこのニュース、政治的には二つ意味があってですね、一、はい、つはあ、もうこの、とにかく起訴はしなきゃいけないぐらい、 中国にとって腐敗が激しくなっていて、うんはい、習近平さんの政権もその腐敗を少しもマシにしないといけないので、とりあえず基礎はもうして罪に問うことはやらざるを得ない。それぐらい腐敗問題が、共産党の腐敗問題が深刻だということと、はい、それから一旦失脚させた人と取引をしなきゃいけないぐらい、実は習近平さんの政権はまだ安定してないと、うん、その二つ、実は大きな意味もあるわけですね。うんはい